玉屋橋玉屋橋は、名取川の支流広瀬川に架かる橋で、主導玉屋下前が袋線を通す。宮城県仙台市青葉区の玉屋家と米が袋を結ぶ。長さ60.6メートル、幅10.1メートル。白い和風の装飾のコンクリート橋である。この辺りの広瀬川は、北から南に流れ、幅が狭いが、代わりにそこが広瀬川の中で最も深く。 玄米ベ地チという、東の岸は垂直の崖、西が砂岩である。玉屋橋のそばにある随宝殿は仙台市の観光地の一つであるが、道路事情はあまり良くない。市の中心部からは広瀬川を越えたところにあるため、表情河原の橋か玉屋橋のどちらかを通らなければならないが、どちらの橋も接続するに車線の道が細い。お玉屋は本来は、 おたまやだが、読みはそのままで、御の字が脱落して定着した。ここでは、伊達家代々の霊廟がある、随宝殿のことを言う。明治初年に、丸太の柱の列の上に板を渡した橋が作られ、米が袋渡し、またその料金から、三分渡しと呼ばれた。1909年、約100メートル川下に、長さ約100メートルで木製の腰地橋が架けられたが、 翌年流された。1915年8月に玉屋橋と名を改めた。1916年に木の吊り橋が架けられた。1935年に現在あるコンクリート製の橋に架け替えられた。長さ65.2メートル、幅8.3メートルあった。現在は長さ60.6メートル、幅10.1メートルとされている。ありがとうございます。